ネオ麦茶事件。ネオ麦茶事件とは、製鉄バス乗っ取り事件を起こした当時17歳の少年が使っていたハンドルネームです。少年は長時間にわたってバスジャックをした挙句、女性一人を殺害、二人の女性に怪我を負わせる大惨事となりました。少年は佐賀県佐賀市17歳、というスレッドを立て、その後バスジャック事件を起こしています。犯行直前に書き残したという書き込みは大きく取り上げられたとか、犯罪予告としてかなりインパクトの高い書き込みですね。